新郎の翔太さんと新婦の真奈さん。この結婚式で乾杯の挨拶に指名されたのが、ただいまご紹介に預かりました新婦真奈さんのおいの森湊です。3歳の湊くんです。こんな難しい言葉をどうやって覚えたのでしょうか。もう口頭だけで、みんながグラスを持ったら乾杯って言うんだよっていうところから説明して、結構やる気は満々でしたね。こう、まなちゃんをこう喜ばせてあげるんだみたいな。喜んでくれましたか？はい、めっちゃ苦しかったっけ。SNS に投稿された湊くんの乾杯動画は現在1000万回再生を超えています。ご賞をください。乾杯。ニュースディグ。